こんにちは、Bレジェンド上野です。今回は、私が実際普段、トレーニングで実践している種目についてちょっと紹介をしていきたいなと思います。で、基本的なところもそうですが、やっていく中で特に、私自身が意識しているところだったり、こういうことを考えながらやっているみたいなところをちょっとお伝えできればなと思っております。少しでも参考にしていただければ幸いです。今日、やっていく種目なんですが、サイドレイズ、三角筋の種目ですね、をご紹介したいと思います。で、普通のサイドレイズもそうなんですが、今日は、特にこのシートを使った、なんていうんですかね、ライイングの、サイドレイズと言いましょうか。それを紹介していきたいと思います。ピンとくる方とそうでない方いらっしゃると思うんですが、シートこのように、若干インクラインにしてもらって、で横になります。でこの状態から、ダンベル上げ下げ、こういう種目です。で、ポイントとしてこの種目、普通のサイドレイズに比べてワンハンドで行うので、より三角筋をアイソレートしやすい種目なのかなと思います。両手で例えば立位だったりでサイドレイズを、行うとするならば、こう場合によっては結構その僧帽筋を使って上げちゃったりとか、あとは体を振って、どこを使ってるかは結構全身を使いながら上げてしまいやすい種目なんですが、そういったこう全身の関与を、極力抑えれる種目かなというところが、非常に、メリットがあるかなと思います。で、やっていくポイントです。で、特に私自身重要視しているのは手の向き、指どちら側から上げるのみたいなところは特に意識をしています。で、私が特にやる方法としては小指からしっかり上げるといって、ここは、崩さないように行っています。で、あとなんですが、上げるときに首がすくむとこれも僧帽筋に負荷が逃げてしまうので、首は長く保ったままで動作を行います。で、私は特に、もう片方の手が空いているので、もう僧帽筋に手を当てて、どこに力が入っているのか、三角筋だったり僧帽筋だったりを触って、三角筋がしっかりと働いている、もしくは僧帽筋が働いていないところを確認しつつ種目を行っています。で、それ以外に気をつけるところとして、立位だったり、座位だったりの普通のサイドレイズに比べて、負荷のかかるポイントが若干違います。この直立の状態だとサイドレイズここが一番負荷がかかるんですけど、横になっている分負荷がかかるところがこの辺、これを直立に直すとこのくらい、ここで負荷がかかるというところが普通の、サイドレイズとの違いになります。そういったそのどこで、重さ負荷のピークが来るかというところをちょっとコントロールしてあげられるのがこの、種目のポイントかと思います。はい。で、上げるところで上げすぎると、重さがかからなくなってしまうので、そこは注意です。負荷がかかるところぐらいで動作をとどめるのが、おすすめで、下ろすときもしっかりです。グッと下ろしちゃうと下ろすというところでも負荷が逃げるので、ここも、寸止めというか、ももにくっつかないところで、止めるのがいいのではないかなと思います。はい。実際じゃあちょっと動かしていきたいと思います。はい。動作自体は正直その、大きく
動かしやすい種目ではあるんですけど、負荷を逃がさないためにもその動かす大きさというのは、しっかりとコントロールしてあげる、負荷が乗った状態をキープし続けるというところが重要にもなってきます。ちょっとその辺もご自身でやるときは、負荷が乗った状態をキープできる重さで、ねちっこくやるのがこれはおすすめです。あまり重たい重さを振り回す種目として扱うのはそんなにおすすめではないかなというふうに感じております。ぜひ、今みたいな話も踏まえて今後行う際はやってみてください。